こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、今日の動画はですね、告知でございます。今現在ですね、決定しているイベント出展、イベントのお手伝いの日程と、あとは新グッズができたので、そちらをですね、皆さんにお伝え、お見せしていきたいと思います。じゃあ順番にね、説明していきたいと思うんですけど、まずはですね、イベント出展ですね。イベント出展、今現在決まっているイベントですね。この動画が金曜日、今日上がって撮って、今日上がっているとしたら、あさってですねの7月14日日曜日に、ジャングルハンター福井、ジャングルハンター福井ですねに行きます。こちらはですね、なぎちゃんと一緒に行きます。販売するものはグッズと、あと生態ですね。で、今現在生態販売している子たちが、ラスト1匹のアザンサルバの子と、あとなぎちゃんが繁殖させたニシャフちゃん、ホワイトアウトオレオの子とノーマルの子がいて、あとはクサガメ、石ガメ、スッポン、ニシキマゲクビガメ、サテンロングテディマウスとかですね、まだ、もうちょっといたりするんですが、まあそんな感じでね、連れて行こうと思ってますので、あさって開催のジャングルハンター福井、よろしくお願いします。そしてですね、その次の週なんですが、こちらはですね、幕張レプタイルズワールドにユリケザギャラリーさんのブースで販売員として立たせていただきます。はい、ユリケさんのブースでですね、またお手伝いさせていただくんですが、何やらね、すごい生態が入荷していたり、あとはゆりけさんの方でね、ブリードした、子たちがたくさん来るっていうことなので、ぜひ多くの方にですね、ゆりけブースに立ち寄っていただきたいなというふうに思っております。でね、その幕張レプタイルズワールドの時は、僕からまあグッズだけ、持っていこうかなというふうに思ってますので、グッズ買いたい方、まあ限られたものになると思うんですが、持っていこうと思うので、よろしくお願いします。そしてですね、その次の週かな、8月の3、4とですね、静岡ジャパンレプタイルズショーに行きます。はい、こちらもですね、ユリケザギャラリーさんブースで販売員としてスタッフで立たせていただくということで決まっておりますので、2日間行きますのでね、よろしくお願いします。静岡の方でもですね、グッズ持っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてですね、続いてが8月25日、はい、こちらはね、以前にも告知させていただいたと思うんですが、福岡ですね、北九州の方になぎちゃんと一緒に行きたいと思います。こちらイベントがですね、和風ですね、ワールドアニマルフェスティバル、ちょっと前に名古屋のやつにね、出させていただいたんですけど、8月25日は北九州ということで、はい、こちらもぜひたくさんの方にね、遊びに来てほしいなというふうに思います。まあ、この時は、グッズと、あと生態ね、持っていきます。生態に関しては、まあその時にね、販売できる生態を連れていこうかなと思います。まあ日食と、あとは他にもね、もうちょっとで孵化しそうな子たちもいるので、その子たちをおそらく持っていくかなというふうに思ってます。そしてですね、続いてが12月8日ですねに、ジャングルハンター岡山ということで、岡山にね、出店させていただきます。こちらもね、なぎちゃんと一緒に行く予定です。まあ結構後の予定になるんですけど、ジャングルハンター岡山ということでですね、岡山初出店なので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。この時もね、グッズと生態販売させていただきます。はい、ということで、まあそんぐらいかな、今決まっているイベント出店、お手伝いスタッフという感じでですね、現状決まっているところを報告させていただきました。続いてですね、新グッズなんですけど、もうね、ずっと今着てたんですが、こちらですね、はい、じゃじゃーん、新しい T シャツを作りました。いやー、念願の新しいデザインでのね、 T シャツっていうことで、こんな感じでできております。こちらですね、デザイン千くんモデルになっておりまして、千くんがですね、ちょっとふっくらしたような体型で、まあご飯まだかなみたいなのを思い描いている、そんなデザインとなってますけど、こちらですね、デザインをなんとなぎちゃんが描いてくれました。はい、 T シャツでは初デザインですかね、なぎちゃんのデザインしてくれた T シャツは初ということで、まあ今まではね、プロのデザイナーさんに描いてもらった天くん T シャツと、あとは僕が真剣に描いた
雑魚天くん T シャツの2種類がありました。でデザイナーさんに書いてもらった天くんの方はパーカーもね出させてもらいましたけど、まあ、T シャツとしては3種類目ですね。こちらはい満を持して登場してくれました千くんですね。千くんのデザインこんな感じで、ね、で今ねこれ僕着てんのがちょっと分かりづらいかなと思うんですが、あの M サイズ着てます。今までの僕が販売してきたグッズだと、まあ僕が、169cm、嘘偽りなく言ってますが 169cm、66kg なんですけど、そんな自分は今までデザイナーさんの天くん T シャツと雑魚天くん T シャツは、まあ、L サイズがぴったりだったんですけど、今着てるのがこれ M サイズで、前回の T シャツとかよりちょっと大きめかなっていう感じでゆったり着れるようになってるので、まあ、少し大きめの T シャツになってるので購入してくださる方はその辺ちょっと考慮してサイズ選びをしてほしいなというふうに思います。サイズの方がですね S、M、L、XL と4種類ですねありますので、ぜひ初のなぎちゃんデザイン T シャツですね買ってください。こちら黒とですねじゃじゃーん白もですねあります。黒と白の2種類でね2色で作りました。白の方がですねこんな感じになってます。見えるかな、こんな感じになってますね。めっちゃ可愛いでしょ千くん、ちょっとよだれ垂らしちゃってね。これもうなぎちゃんが描いてくれましたので、はい、たくさんの方に来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。まあなんだかんだですね、あの千くんのグッズってそもそもなかったのかな、確かなかったかなちょっと忘れちゃったんだけど、グッズいっぱいありすぎて忘れちゃったんだけど、確かね千くんのグッズってなかったんで、まあ、今回これ初になるのかな、千くんがモデルとなったデザインのねグッズ、まあ、今までね千くんといろんなところに一緒に行きましたけど、あの天くんのデザインのものだったり、あとはワンくんとかダンちゃんとかっていうのでグッズはあったりしたんですけど、まあこの子のグッズないんですかってね結構聞かれてて、まあ作りたいなと思ったところで、まあなぎちゃんがねこうデザインして作ってくれたということになります。嬉しいですね、白と黒2種類ありますので皆さん買ってください、よろしくお願いします。ゆりけざギャラリーさんの販売応援スタッフでお手伝いするときは、まあグッズ限られたものだけ持っていけると思うんですけど、この T シャツはね必ず持っていこうというふうに思ってますので、ぜひ僕が行くイベント皆さん来れる場所ありましたらねよろしくお願いします。もちろんグッズ買ってくれた方にサインと写真ねさせていただきますので、その辺もお気軽に声掛けくださいということで、今回はですねこんな感じで動画終わっていきたいと思います。イベントの告知と新グッズ千くん T シャツの発表ということでねさせていただきました。今回の動画いいなと思ったらグッドボタンチャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。